NCV ワンポイントアドバイス。NCV でたくさんチャンネルが見られるようになったけど、よく見る番組を探すのが大変という方にご案内します。よく見るチャンネルをお好みチャンネルとして登録しておくと、簡単にその番組を呼び出すことができます。今回はこちらの2種類のパイオニア製セットトップボックスでのお好みチャンネル登録方法をご紹介します。まずリモコンのナビボタンを押します。テレビ画面に表示されている設定をリモコンの上下ボタンを押して選んで、決定ボタンを押します。次にリモコンの上下ボタンを押して、ワンタッチお好み選曲設定を選んで、決定ボタンを押します。この機能は地上デジタル放送、BS、CS 放送、それぞれの放送で登録します。今回は CS 放送での登録方法を例にご説明します。 CATV に合わせて決定ボタンを押してください。よく見るチャンネルを選び、リモコンの青ボタンを押します。右側にアイコンが表示されます。続けて選ぶこともできます。もしお好みチャンネルに登録したチャンネルを解除したい場合は、もう一度青ボタンを押すと取り消すことができます。選曲が終わったら最後に決定ボタンを押してください。以上で登録は完了です。お好みチャンネルに登録した番組を見たいときは、リモコンのお好みボタンを押してください。ボタンを押すたびに登録されたお好みチャンネルが順番に表示されます。お好みチャンネルを活用して、どうぞ快適なテレビライフをお過ごしください。